浦戸浦浜恋の街、夜に花咲く極楽寿、よろしく。あっちゃん、少し格好つけすぎじゃねえか。そんなことねえべ、決まってたっぺ。決まってた。今日は福島県小名浜の極楽寿に来ました。では、じゃあ極楽寿の事務紹介をしてください。ああ、第12期極楽寿総長やらせてもらってます、達也です。同じく第12期副総長やらせてもらってます、加藤です。極楽寿の総本部は先頭団でケツ持ち、一番後ろと一番前に、あと間に他のチームを囲んで。大体どのぐらいなの、台数は。台数は、焼き穴は競争連盟で連合を組んでから、大体、多い時には300台ぐらい来ます。なんかズボンっていうか、ここがね、ここら辺でもいいのかな。なんかすごい下に履くんですよね、はい、なんか理由があるって昨日ね、来てたんだけど、ちょっと長い間に見える。理由っていうか、冷え性にならないよ。で、これはなんか どこがオーダーとか、はい、あの仕立てです。通常販売とかでは絶対買いませんけど、プレッシルが俺たちは嫌いなんですよ。テカテカ。あー、総長っていうかね、僕らたちのチームのなんかまとめっていうか。あ、はい。俺たち第12期極楽寿は、普段チャラチャラしてるけど、まあ決めるときは決めて、やるときある、すじめ通してビシッとした硬派なチームなんで、皆さんよろしくお願いします。次に俺たち引退するんで、俺たちが選んだ13期の総長を紹介します。先輩らに負けないように頑張っていきたいと思います。よろしく。よろしく。小名浜極楽寿よろしく。天下の極楽寿よろしく。野草よろしく。俺が小名浜の高見。そこでやらしもらって手相です、よろしく。岩木奈良も競争連盟極楽寿、いつでも気合入ってっからよ。中山木特攻隊と雄次郎よろしく。秋彦です、よろしく。昇降は歓喜暴走軍団極楽寿、活動よろしく。小田浜ナンバーワンだからよ。ケツの字話してもらってる陣です、よろしく。第12期総隊長達也よろしく。第13期頭やらしてもらってる聖介よろしく。いやー、あの夜行ボタルのメンバーの統制の取れてること、ね、すごいよね。あんだけ人数いるのにしっかりしてるっていうか、まとまってるっていうかね。すごいですよね、あんだけの人数でまとめた。やっぱりみんなの心が一つって感じなんですかね。あと極楽寿ね、最高だよね。なんであんなに面白いの？でしょ、もうね、私なんかもすごい笑いっぱなしでなかなか撮影が進まなかったんですけども、うん、もう本当楽しかったんですよね。行きたかったな。夜行ボタルはね、うん、本当は私がレポートに行くはずだったんだけど、ね、うん、体調が悪いせいでね、行けなくなっちゃってすごく残念だったんだけどね。どうでした？千穂ちゃんとあんちゃん、男の子のチーム見て。人数もたくさんいるし、うん、なかなか気合入ってると
まあ、横蓋ね、どうでした？あれだけの人数をまとめられてすごいなって思って、うん、あと極楽寺の方が面白くて、うんうん、今度一緒に走りたいなって。走りたいでしょ、一緒に ね、楽しそうだよ ね、はい、ということでカットビグランプリでした。さて次は新コーナーです。ヤンキーマドンナを探せ。これは簡単に言うとヤンキー阿部くんの女の子バージョンなんですけども、今回出てくれるのは栃木のジョジョから香里ちゃんを紹介します、はい、この子もねすっごくチャーミングなんだよ ね、うんうん、そうですね。料理もうまいんだって、そうみたいですね、うん、まあ見てのお楽しみってことで、はい、それじゃスタート。ここが私の家なんですけど、ちょっと恥ずかしいけど今日は私の部屋を紹介しちゃいます。はい、どうぞ入ってください。これが私のお気に入りのスリッパです。では階段がありますので気をつけてください。部屋は2階にありますので、じゃーん、これが私のお部屋です。北関東後半連盟貴族院所属、これが私の入ってるジムです。この下のファイアパターン、下がファイアパターンなんですけど、波見たく見えますが、でもかっこいいでしょ。これが地元のレーシングチーム小山ワークスです。みそかはこれを着て勿来まで流しに来ました。これが私のお気に入りの宝石が入ってる宝石箱です。これが私のお気に入りの香水です。中でもこのココシャネルが一番お気に入りですよ。これも気に入りのウサギちゃんです。可愛いでしょ。パッチ。今日私の得意な料理、オムレツを作ります。ほら、片手で割っちゃうんだよ。はい、で、やってもらいます。で、形を作って、形悪くなっちゃいましたけど、はい、はい、出来上がり。グー。これでグッ。じゃーん、これが私のお気に入りな宝石やピアスたちです。中でも特にこれが気に入ってます。こんにちは、名前はカオリと申します。血液型は O 型、星座は魚座、スリーサイズは上から82、58、86です。
趣味はお料理ですね。いろいろと作りますが、得意なのはスイートンですね。いろいろ研究するのが好きで、この間トマトチャーハンとか作ったりして、なかなかグッドですよ。好きなタイプはやっぱり惚れた男がタイプになりますよね、うん、俺について来いみたいなタイプが、やっぱり男の中の男が一番惹かれちゃいますよね。将来の夢は、関東一のスナックのママになることです。普段はこんな感じかな。いつもこれで友達と流しに行ってますね。うんね、うん、ういお料理が好きですから、いつもここの八百屋さんに寄って野菜とか買います。こんにちは、はい、いらっしゃいませ。はい、はい、どうぞ。バナナいいよ、これサンスショーねえ、ケロケロ、はい、じゃあ、はい、ここがいつも来る美容室です。店長さんとは今日はちょっとお話できないので残念ですけど、でも店長とはマブダチですよ。ここがよく来る喫茶店ですね。今日何食べる？行こっか、まず、うん、行こっか。私、じゃあ、私ね、じゃあ、エビマカロニグラタン。私もグラタン食べようかな。私のパーチャーはおまじないナイトって言って、これを吹きながら寝ると願いが叶うんですってよ。ではどうもお疲れ様です。寝る場合は、寝るときはこれを抱いて寝なくちゃ寝られないの。ではおやすみなさい。いやー、いいね、かおりちゃん。トップオフ着てるときはね、ヤンキーって感じだけど、普段の彼女ってすごく女の子っぽくて、いい親御さんになれるかなって感じするよ。ねえ、本当ですよね。いいな、私なんか全然料理自信ないしな。まあ、ジュコちゃん、落ち込まないで、次のコーナー行きましょう。そうですね。はい、次は、ティーンズロードビデオ NG 特集なんですけども、どんなに気合入ってても NG は出ちゃうんですけどもね、その時は怖い人でも素顔に戻っちゃうんですよね。でも、ジュンコちゃん、私たちも笑ってらんないよ。人一倍ね、2人とも NG 出してるし、そうですよね。それに、今日のね、ゲストのディレクターの2人もね。それじゃあ、スタート。はい、こんにちは。もう、私有城、私有城っていうか、もう、ティーンズロードじゃもう、すごい人気がある、私有城の、ね、ゆうこちゃんなんですけど、その、ゆうこちゃんの私有城が、なんか、もう3代目になるってことで、もう、取材に来ようと、この、ちょっと曇ってるんですけど、来たんですけど、私有城、ゆうこちゃん、こんにちは。何ごめんなさい。ごめんなさい。はい、一言。自分は生ゆか生姜木達吉です。あ、自分は、はい、あ、すいません。一言。自分は、あ、すいません。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、
趣味立て合い会よ、初代総会長の小林っつんだけどよ。あ、ダメですよ。ダメだ。ダメだなぁ。埼玉よしみ立て合い会、三代目総会で。あ、間違えました。いいよいいよ。えい、えいち。埼玉よしみ立て合い会、三代目総長やらせてもらった西田っつんだけど。はい、もう埼玉よしみえ立て屋機械三代目当主やらせてもらってた西田っつんだけどよ、最近の暴走族がよチャラチャラしてよ半端なチームが多いけど、俺たち立て屋機械は喧嘩場と後半のチームだから、極悪だろうが皆殺しだろうが売られた喧嘩は買うから。あーはい、はるばる神奈川県じゃないです、すいません。石川県ですね、すいません。神奈川県とか言っちゃった。愛嬌欄影姫でやるし、気合いで頑張ってるんでよろしく、よろしく。ちょっとくしゃくちゃもらえそんなの思い。愛嬌欄影姫でやるし、気合いで頑張ってるんでよろしく、よろしく。カメラ見て、決めて、決めて、決めて。そうだよ、ひろし君だよね。ちょっと、ほら。あっち。ジョド連合の頭張ってる工事っつんだけどよ、俺ら走りのチームで名前取っ、あ、待った、ごめん、すいませんね、ほんとに。12代目ジョド連合の頭張ってる工事っつんだけどよ、俺ら走りでジョ、というわけで、今回もまたまたこのコーナーで、今日、私が勝ったらいつもの通り、特攻ゴリラ君をあげちゃいますけど、あれ違いました、間違えました、私が勝ったらじゃないよね。いいぞー、もう一回、お前次、荻野暴走行くか、よろしく。うぃよー、文化上等、エチ暴走、ごめんなさい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 。でもね、5月に発売した第1弾のツピーってことなんだ、すいません。今回も決して目が離せないっていうチームをたくさん用意してますからね、紹介しちゃいますから期待しててくださいね。用意してますあのチーム紹介の中でも登場した本厚木もうアーリーキャッツの中から土健一くん、すいません、真っ青な顔じゃないですかね。ですよね、そうかわいそうでしたね。まあジーンズローだ、ごめんなさい、まあ皆さんもだ、ごめんなさい、ダメだうん、だからその時の模様をお伝えしたいと思います。はい、それじゃあ早速バリバリインタビュー見て見て見ましょう。ああもうダメだ。ピンとこのぞ、レイキ君、5代目、うちら通報だけど根性でやってっからよ。
ちゃんなんかあれ大丈夫だった？痛くなかった？痛かった。痛いよね、あれね。でも痛そうですよね。ということでしてね、はい、NG 特集はまた NG がたまったらこのコーナーやりますので期待してくださいね、はい、さあ最後はやっぱこのコーナー、たつみ投稿ビデオということでして、はい、今回はお正月の暴走ビデオを送ってきてくれたんでそれをお送りします、はい、それじゃあスタート。